ボーイの考察チャンネル。はい、どうもボーイです。今日も真犯人フラグの動画を撮っていきたいと思います。本日のお題はですね、深掘り考察、残された謎2、結局アツトは誰の子供ということでやっていきたいと思います。初めましての方、ボーイと申します。真犯人フラグの動画を現在中心にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず前提の条件なんですけれども、アツトが誰の子なのかというところですね。 DNA 鑑定がありましたが、マホは自ら DNA 鑑定を出そうとしていたというところが一つ大きなポイントです。なのでマホは自分の子供だという自覚が少なくともありそうだということですね。2つ目、相良家に凌介とアツトの不死確率 0% の封書が届いていました。3つ目、そして少なくとも1回はマホと林に男女の関係があったということも分かっています。もしこの動画を見てよろしければチャンネル登録も合わせてお願いします。それでは内容入っていきましょう。まず考えられる可能性なんですけども、3つほどあるかなと思ってます。1番目が凌介と真帆の子供、2つ目が林と真帆の子供、3つ目がその他の子供ということで、それぞれ考えていきたいと思うんですが、まず結論から言ってしまいます。僕は林と真帆の子供でいいと考えています。それぞれ根拠がありますので個別に見ていきたいと思います。まず1個目、凌介と真帆の子供ということなんですけれども、じゃあ仮に凌介の真帆と子供となり得る根拠を探してみようかと思った時に、やっぱり DNA の鑑定結果が邪魔になってくるんですよね。鑑定結果がそもそも偽造されているという可能性を考えています。鑑定素材や鑑定結果の差し替えは可能でした。なぜなら相良家はガバガバだったからですね。菱田が可能ですし、川村も可能でした。で、個別に見ていくんですが、菱田は可能ですけれども、真帆が大好きというのが最終的に分かりましたよね。で、真帆を大好きな人が真帆をわざわざ追い込むようなことを知るするとは考えにくいので、そこをだってそもそもじゃあ凌介と真帆の子供ですって出てたんだったら、それそのままそれわざわざ差し替えて 0% にする必要ないですよね。真帆のこと大好きなんであれば、凌介と真帆の子供ですという出てる結果をそれをそのまま見せればいいだけなので、菱田が何か細工したっていうのを考えにくいですね。で、川村も好きな真帆を不利に誘導する理由がありませんので、まあ、真帆がさらに悪いことしてたっていうふうにあえてする必要はないので、まあ、実際に林との不倫というのは確かに見てしまったんだけれども、事実と反したことをあえてするっていうことはないので、偽造はしてないかなと思います。そして作中ではこの DNA 鑑定結果に関しては一切差し替えたっていう演出はなかったので、そうするとそれそのまま鑑定結果を信じるということになるので、凌介と真帆の子供というのはかなり苦しくなってくるのかなと思います。次に考えられるのが林と真帆の子供ということですよね。まあ、僕はこれが正しいと思っています。で、林と真帆の子供となり得る理由なんですけれども、凌介を除いて唯一真帆との関係が描かれたのが林だからです。真帆と他の男というのは一切、林を除いては一切描写されませんでした。で、鑑定を信じると凌介と篤斗の不死確率 0% なので凌介の子でもないと、そうすると、まあ、順当に考えて林の子供だろうということになってくるかと思います。3つ目に書いておいたんですけど、林との子供でなかった場合、じゃあその不倫騒動って結局何だったのということですよね。真帆がただ不倫してましたっていうだけの話になってしまう。まあ事実してしまっているんですけれども、真帆も篤斗も救いがないですよね。いやいや、その林との関係で生まれた子供なんだよとっていうところと、なおかつ林も真帆もいなくなってしまってるわけですが、どうだとしても篤斗はかなり苦しい状況ではあるんですけれども、もしそうじゃなかったらただ不倫してたってことになっちゃいますので、そうではなくて、あくまでも林と真帆の間に篤斗が生まれた、その2人の間でなければ生まれなかったんだというところは一つポイントになってくるかと思います。そして林と真帆の子供となり得る理由もう一つありまして、凌介が父親になったという描写がされたということですね。共に時を過ごしてあっちゃんのパパになったんだという描写がありました。ここは非常に重要なポイントかなと思います。もし凌介と篤斗の子供だったらこれ意味わかんないですし、林と真帆の子供だったけれども、いや凌介の子供になったんだよと、凌介がパパになったんだよというところが描写されているのでいいと思いますね。で、実の父親と母親はすでに他界しているということで、真帆が亡くなってしまったことは非常に残念ですけれども、そういう意味においてもそのまま過ちによって生まれた子供がこうこのまま生きていく中で、まあ、もちろん過去には不倫関係っていうのはあったんですけども、その当人たちは他界しているというのは実は、いろんな人にとっては受け入れやすい。例えば篤斗
例えば凌介、世間的にもですね、凌介が育てていくということに異論が立たない状況になっていると。これもし林生きてたら自分の子供じゃねえかって話になってきちゃいますので、実の父が他界していることによって凌介の子供だよねっていうのを誰もが認められるようになるという状況も含めて、父親になった描写が非常に重要だったかなと思います。最後3つ目、その他の子供という可能性はどうかというのをちょっと考えてみたいと思います。その他の子供になりうる理由というのは、出生時に他の子と取り替えられてしまったという可能性が出てくるかと思います。特別編での小野ちゃん、奈緒さんですねの発言、バタコが取り違えと勘違いしたことというのもありましたけれども、ただバタコの取り違えというのは勘違いでしたよね。バタコの勘違いにより取り違いは否定されたので、これはアスとの取り違いも否定されたということでいいと思います。正確には光の取り違いが否定されてるんですけども、この作中では取り違いというのは起こっていませんよという意味に捉えてもらえば、この A のパターンというのはないのかなという考えになるかと思います。丸さん、その他の子供になり得る理由としてもう一つ B、 そもそも DNA 鑑定結果が誤っているというところなんですけれども、これは一番で触れた同様にですね、河村と菱田には動機がないんですね。20話時点でその他の候補者というのもいないですし、作中で一切そういった描写はありませんでした。河村と真帆の子供じゃないかっていうのは一生思ったんですけど、そうすると11年前に真帆と河村に関係があったことになりまして、事件を引き起こすことにはならないので、それもないなと思います。作中で一切そういった描写もないので、DNA 鑑定が間違っているというのはやはりないのかなと思います。最後まとめます。結論で言いますと、林と真帆の子供でしたがという感じですね。生まれは別ですが、すでに凌介の子供となっているということで考えていけばいいと思います。でおそらく法的な手続きをしてですね、法律的な親子にもなると思います。ちょっと僕詳細わかんないんですけど、養子縁組とかしてね、最終的には実質の親子にもなると思います。今日この動画、基本的に誰の子供だって話をしてきたんですけど、僕本編の考察でも繰り返し言ってたんですけど、誰のかっていうのは結局は関係なくて、長い年月をかけて凌介が父親になりました。そしてこの本作品、この期間を通じてさらに親子の絆が深まったことで、アツトはもう大丈夫ですね。絶対大丈夫だと思います。強く生きていくことができると思いますので、そこが一番大事なポイントかなと思います。以上、結論としてはアツトは林と真帆の子供ということでしたけれども、アツト君にとってはお母さん亡くしてしまって非常に辛い思いもしましたけれども、今後はきっと明るい未来が待ってるなと、そんな感じの考察でございました。ボーイの考察チャンネル、今日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録お待ちしています。高評価やコメントもぜひぜひお願いいたします。では以上になります。ボーイでした。バイバイ。